就職活動は職業に就くための活動の総称。略して就活とも呼ばれる。特に学生、失業者など職に就いていないか、フリーターなど非正規雇用の人が企業や観光庁などに正規雇用されるための活動を指す。退職者が再就職先を得るための活動は再就職活動と呼ぶこともある。就職活動は国や企業によって異なる。 在学中に就職先が決まったという人の率は、韓国で42.3%、アメリカで46.3%、オーストラリアで48.8%、ロシアで56.9%に対して、日本では81.4%となってる。日本は就職活動中の学生を対象としたビジネスが存在するなど市場としても発展している。 合同企業説明,説明会の様子会社説明会の様子会社説明会の様子日本での就職活動も大きく分けて新卒時と既卒時に分かれる。区分は以下の通り。国家公務員、地方公務員ともに採用は原則として競争試験による。試験制度や採用までの流れについては国家公務員の採用試験、地方公務員の採用試験を参照のこと。 中等教育機関の生徒の就職活動講述の高等教育機関、専修学校、各種学校の学生の就職活動と異なり、中学生や高校生の新卒求人については、職業安定法に基づき、すべて公共職業安定書を通して学校に掲示することが義務付けられている。したがって、 実際の応募については学校を経由して企業とコンタクトを取ることになる。中学生の就職活動日本では、労働基準法56条1項により、満15歳に達した日後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならないとされており、小中学校の進級制度が強固な年齢主義と家庭主義に基づくため、 その期日と中学校の最終学年終了日が同じ日である例が多い。このため、就職を希望する中学生は3年次1月1日の就職選考会金日からが就職活動の最初の機会となる。1月上旬から入社試験行われるが、面接のみのところがあれば学科試験も課すところもある。18歳未満の労働者については、 労働基準法第6章により、年少者として扱われるため、年少者を証明する書類を、事業所に備え付けなければならないことや、時間外労働や18歳未満の女子と16歳未満の男子の深夜労働ができなかったり危険有害作業が、制限され、国家資格、業務独占資格の大半を受けられないなど、労働や資格の取得において、多大な制約がかかることになる。 高校生の就職活動高校生の就職活動に特徴的なのは一人一社制と呼ばれる就職勧告である。これは高校生が最初に応募する企業を一社に限定し学校推薦の形で各企業に応募するものである。一人一社制によらない高校生の採用選考は少ないのが実情である。 全国高等学校就職問題検討会議が全国統一的な採用選考期日を定めていて3年時の7月1日以降に企業は公共職業安定書を通して各高校に求人票を送り夏休み中に高校生が職場見学を行い実際の高校生の就職選考は9月16日からと定められている 一人一社制を導入しない県では9月16日から高校生は複数の企業へ応募が可能となっている。これに対し一人一社制を導入する都道府県では9月5日より高校教師と高校生、保護者が相談して本人の志望、適性、学業成績等を考慮して最初の応募先一社を決める。9月16日より採用選考が始まるが 一定期間は、高校生は、この一社以外の企業への応募はできない。この期間内に内定を得られなかった、高校生は、期間経過後は、複数の企業への応募が可能となる。一人一社制は、就職活動の長期化を防ぎ高校生が、学業に専念できる期間を確保できること、高校が、就職活動に介在するので、 ブラック企業の排除等短期間でのマッチングがしやすい、企業の側でも計画的な採用がしやすい等の利点がある。一方で、高校の介在により本来死亡していた企業への応募を断念する生徒が出ること、ミスマッチによる早期離職が多い等の課題も現れている。教育再生実行会議は2019年5月に一人一社制の見直しを提言し、 これを受け厚生労働省と文部科学省は2020年2月に一人一社制を見直し地域の実情に応じて複数社への応募も認めるよう促す報告書をまとめた。和歌山県が2021年度から複数社への応募を認めることを決めたほか、大阪府も2021年度から複数社への応募を認める方針であったが、 コロナ禍のため実施を1年先送りして2022年度から開始する予定である。高等教育機関、専修学校、各種学校の学生の就職活動専門学校生、高専生、短大生、大学学部生、大学院生など高等教育機関の学生と専修学校生、各種学校生の活動に大差は見られない。 中小企業や中堅企業を回避し、業界の大企業にしか興味がないことを、大手病と呼び、就職活動で避けるべき状態の一つとして上がる。高学歴やプライドが高い学生に多いと言われるが、学生本人ではなく、保護者が大手病になっていることも多々ある。大手病は、内定が一件も取れないことによる、就職浪人、就職先とのミスマッチによる、 早期退職、転職などをもたらす危険性があるとされる。失業者やフリーター、公務員浪人、職業訓練施設からの就職活動失業者やフリーターは通常ハローワークに登録し、就職や職業訓練の圧戦を受けることができる。職業訓練を受ける場合は入所した職業訓練施設から訓練内容に関連した就職の圧線や 就職相談を受けることができる。フリーターへの意識に関しては、厚生労働省が2004年にまとめた雇用管理調査に顕著であり、歳費に影響しないと答えた企業経営者や人事担当者が大半だったものの、フリーター経験を好意的に捉えて、豊富な経験やチャレンジ精神、他業種で培った技能を評価して採用するとした、ものは3.6%しかいなかった。 その一方で、フリーターというスタイルに、権威的な反応を示して、不採用にするとしたものが30.3%にも、上り、簡単に辞める傾向があるや、責任感がないといった、長期就業に疑問を抱いたり、リーダーシップの欠如を問題視する意見も聞かれる。ただ、 行政側もフリーターに対する就業支援のための政策としてジョブカード制度や求職者支援訓練を実施しておりそこでの就職を企業側にも促しているがこれは社会保険をかけて雇用することになり人件費増大にも関わることからこれらを使って雇用する動きはわずかであるしかし企業の採用充足率が依然として上がらずフリーターの需要は 年々高まっており、2016年以降は民間企業による就業支援が活発化。書類選考なしの採用フローを取り入れる就業支援など、フリーターの就職活動は大きく変化した。障害者の就職活動障害者の就職活動は大きく二つに大別される。一つは障害者であることを公表して就職する。 もう一つは障害者であることを公表しないで就職するかである。企業における障害者の雇用枠は障害者雇用促進法で定められている法定雇用率に基づくもので障害者のみを対象とした合同就職面接会なども存在する。本校では特に断りがない限り大学生の新卒一括採用を前提とした事例について記述する。 早期化、長期化による大学生活の圧迫1973年から1996年の間は企業と学校の間に学業の妨げにならないよう一定の時期まで企業から卒業見込み者に対するアプローチは行わないという就職協定があった。中には 協定を破って抜けかけて学生にアプローチをかける、あお互いなどはあったものの、一定の抑止効果は上げていた。しかし、企業側の要請で、同協定が廃止された後は、就職活動は早期化、長期化の傾向が顕著になり始めた。多くの大学では1、2年政治は、教養や専門分野へ入る前の基礎的な知識を身に、 つけるための講義が中心であり、三年生から専門を絞った講義やゼミナールが開始されるため、ようやく大学らしい教育が受けられるようになる。この時期に講義や卒業研究を抜けて活動を行わなければならなくなった。このようなことから、企業側は採用活動の時期を考えるべきであるという意見も存在する。近年では、 技術系職種に関してもこの傾向が強まっている。これに対して、北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学の工学系研究課長及び工学系学部長が組織する八大学工学系研究課長懇談会は経団連をはじめとする大手企業や 主要外資系企業に対して企業の行き過ぎた採用活動や就職前研修が是正され大学院における教育研究が正常に推進される環境を取り戻せるよう強く要望いたしますとの趣旨の要望書を出し就職活動の早期化長期化及び入社前研修による学生の拘束の是正を要求しているこのような大学側からの要望に対して 経団連は、加盟企業をはじめとした多くの企業群に対して2013年、安倍晋三内閣総理大臣の要請により2016年度以降卒の就職解禁時期を3ヶ月はと倒しにし、大学3年生3月解禁、大学4年8月1日以降採用試験と決定した。が、企業の採用日程の圧迫。 学生の夏季の就職試験による体力的負担を考慮し、2017年度以降卒は、解禁日は変わらず、採用試験開始を2ヶ月前倒しし、大学4年6月1日以降となった。これにより、3年間勉強をした上で、卒業論文、卒業研究と同時並行して、就職活動を行うことになり、早期化、長期化を抑えられ、大学生活の圧迫が、 かつてより解消されることが見込まれる。しかし、解禁や採用が後ろ倒しになる一方で、解禁前のインターンシップでの就職活動が、就職に有利になるということで脚光を浴びており、2016年卒を対象とした就職活動では、売り手市場ということも、相まって、インターンシップ参加希望者が急増している。 このような現状についてインターンシップを利用して水面下で学生の囲い込みを行っているのではないか。解禁前のインターンシップに関して就職活動を控えている学生側が混乱するのではないかといった懸念を持っている人もいる。また、一方で短期化によってより一層学歴が重視されるという意見もある。さらに、 この協定はあくまで経団連に所属する企業の協定であるため大半の企業がこの新しい協定を守らないというアンケート結果もあり中小ベンチャー企業はより前倒しするという予測まであるまたそのような流れからもう就活は始まっていると警告をする人もいるまた大学生活を送りながら就職活動を行う場合学費や生活費と 並行してその費用を工面しなければいけないため、学生の経済的負担は大きい。特に地方の大学から大都会の企業に就職する場合、例えば北海道から東京の企業に就職しようとすると、その交通費だけでも莫大な金額になる。そのため、近年では大学側が就職活動を行う学生に対し、交通費を助成する動きも見られる。 就職活動のビジネス化昭和期の就職活動は特別な推薦や縁故等を持たない者は就職活動にあたり学校の就職課に貼り出される求人票を見て応募するという方法が一般的であった。就職活動におけるこの状況を根底から覆したのが大学新聞広告社が1962年に発行した 雑誌、企業への招待である。企業への招待には、企業から集めた、求人広告だけを掲載し、無料で学生に配布した。資料請求用のはがきがついていて、学生はそれを送ることで簡易に企業に、受験の意思を表明することができる。企業は、定額の掲載料をリクルートに支払うことで簡易に、学生の募集を行うことができる。 このことによりリクルートは就職、採用活動のビジネス化に成功した。1996年にリクルートは、リクルートブックオンザネットを開始し、就職、採用活動の舞台は、紙媒体から次第にインターネットへと移行していったが、基本的な仕組みは同じである。現在では、複数の会社から、同様の就職ポータルサイトが開設され、そこに、会員登録し、 それらのサイトを経由して企業に受験の意思を表明したり会社説明会や入社試験の予約を行うのが一般的になった。現在では就職サイトにしか求人情報を出さないという大手企業も多く就職サイトに登録することは就職活動をする事務系を志望する学生の常識となっている。就職情報ビジネスは長く 経団連が維持してきた日本型雇用システムの入り口部分である新卒一括採用を支えるインフラとなった。1988年に発覚したリクルート事件では同社の正解工作の狙いを就職協定の維持、遵守を働きかけるためと判決で指摘されている。死亡の方より2011年よりリクルートは 大学生の就職志望企業ランキングの公表を取りやめる方針を明らかにした。理由として、学生の価値観の多様化で一律のランキングを発表する意味が薄れた、性別や文系、理系、総合職、一般職などの属性で大きな差が出ており、総合的なランキングの発表は、学生の誤解を招く懸念が高まっているとしている。 就職浪人活動期間の長期化のため、仕事をする意味を見失い、活動途中に就職を諦めてしまう学生も、珍しくなくなっている。上級学校に進学する場合はともかく、こうした学生の中には卒業しても何もしない、無業者やフリーターになる者も,も多い。そして一度就職浪人になってしまうと、年齢が上がるにつれて、そこから抜け出すことは、 ますます難しくなる。その結果、最近では高学歴でのニートやフリーターにたどり着くものも少なくない。近年は就職浪人という立場を避けるため、内定が取れなかったものは、新卒の枠を確保する目的で留年したり、専門学校や短大、大学、大学院などに進学して、改めて就職活動するというケースも増加している。ただし、 この現象は1990年代後半頃にはすでに見られ始めていた現象である。中小企業よりも大手企業に人気が集まる傾向にあり、大手企業に入れなかったものが就職浪人を選択することもある。中小企業の社員は市場価値が低く、その後の転職で待遇の向上を望めなくなることが往々にしてある。ため、新卒時に大手企業に入ることは、 極めて重要である。女子学生の採用1999年以降、男女雇用機会均等法が大幅改正されたことで、女子学生を採用で不利な扱いをすることは禁じられた。しかし、現状としては雇用者における男女比では男性の方が多い状況にある。女子社員を敬遠する理由として、 結婚や出産などによる退職や育児休暇等で職場を離れる可能性が男性社員に比べて高いため教育コストなどとの費用対効果が男性に比べて低くなるといった点が主張されている。雇用者における女性比率を高めるためポジティブアクションなどを採用する企業等も増えている。法律面では 上記のような理由で女子社員を採用しないことは違法と判断される可能性が高い。内定の取り消し景気の悪化などに伴う内定提示後の企業の経営状態の悪化、さらには企業の倒産や会社構成法の申請などで内定が取り消される場合もある。2010年代の半ばになると企業が 学生に対して内定を与える見返りに就職活動を終わらせることを強要するというケースまで現れている。フランスでは、スタージュと呼ばれるインターンシップ制度が充実していて、これにより職務経験を得る。このインターンシップで経験を積むことが就職の必須条件となっている。インターンシップ後に就職できる場合でも、最初は非正規雇用で雇われて、その後に、 正社員になってゆくパターンの人たちの方が多数派である。フランスの新卒の就職活動に関しては7割が非正規雇用というデータがある。ドイツドイツは、徒弟制由来のマイスター制度の影響から、早期に進学と就職を分けるデュアルシステムがある。義務教育後、マイスター取得を目指し、ファッハ州で進むか、大学進学を選択する。イギリスにおいては、 大学ランキングの浸透に伴い上位校の学生のみを取ろうとする企業が現れ始めた。アメリカ合衆国では大学生が在学中に就職活動をすることはほとんどないが在学中に企業のインターンに参加して実績をアピールしたり大学と企業の共同研究や指導教授の紹介によることも多くまた就職活動の開始時期の規定などの概念もない。 学生は大学を卒業してから企業へ応募することになるが、卒業後から就職までの間にブランクができる学生も多い。しかし一旦採用方向に動き出すとその後の動きは迅速で、面接から一週間数ヶ月でオファーが出、オファーから一週間以内に大択の返事をし、採用となれば二週間以内に入社というケースが典型的である。応募に際しては、 インターネットの求人サイトや、求人広告、友人、知人、家族のつながりを通じて、見つけ出すのが中心である。企業側は、通年採用を行っているケースが多く、欠員が出た際に補充、または、業務の拡張のために新規募集するといった形になり、日本のような大学の卒業時期に合わせた、新卒一括採用及び中途採用という、概念自体がない。 アメリカ合衆国の場合は、新卒及び中途に関係なく、即戦力としての人材を求める企業が多く、採用に関しては、過去の経験や大学での専攻などに重きが置かれる。また、具体的なポジションがあって、それを埋めるために採用するのであるから、日本のように等数だけで採用し、入社後のトレーニングを経てから、配属、ということもありえない。 大手企業ではウェーブに必要事項を記入させることもあるが、ほとんどの企業では決まった書式のエントリーシートのようなものはなく、一番重要視されるのは自由形式の履歴書と能力を示す学位専攻である。また、人事担当者は、就業資格のチェックや犯罪歴調査のような事務処理に徹し、採用の可否に口出しすることはない。 採用の決定は直属の上司になる、ハイアリングマネージャーで、将来の同僚となる社員や一段階上の上司、などの個別面接の結果をもとにするのが、一般的である。給与額や仕事の概要、職位、直属上司の指名などの記載された、オファーレターは、ハイアリングマネージャーの名で発行されるのが通常であるが、稀に、事業部長や社長など、 行為の職位の名で発行する会社もある。中国では、かつては、学校卒業後の就職は、国家が世話をしていたが、改革開放後は、学生が自分で、就職活動を行わなければならなくなった。学生の絶対数が多いため、就職浪人が、社会問題となっている。就職活動に際しては、援護が有力な手段となっている。そのため、就職活動に、 有利なコネを売買する行為も見られる。人気がある職種は、公務員で、8万元で売り出されているという。また、学歴差別が横行する状況にある。留学生については、かつては、ウミガメと呼ばれ、外国語を武器に好条件で就職できたが、留学が一般化するに伴いそれだけでは、就職できなくなり、就職活動を行う必要が生じるようになった。 留学帰りで就職できなかったものは解体と呼ばれる。就職先としては当初は国営企業が人気であったが外資企業が相次いで進出すると外資の方が将来性があるとして人気が高まった。しかしその後国営企業の人気が再び高まっている。この傾向には学生が自己の将来性を考える際に まず国営企業でコネを作り、その後民間企業に再就職した方が出世しやすいと考えることが影響しているという。韓国では毎年約40万人の大卒者が就職活動を行っており、多くは財閥系をはじめとした大手企業を志望している。背景としては大企業と中小企業では給与に倍近い差があることが挙げられている。 伝統的には、受教思想が強い韓国においては成人後も、親孝行をすることが当たり前とされているため、大企業に入社することが親孝行という風潮や、それを後押しする受験産業の存在も志望が偏る一因になっている。若者も大手に入れなければ、負け組という意識が強いとされる。2010年以降は、就職事情が悪化し、 大企業へ就職はかつてない狭き門となっている。日本の就職活動と異なり、新卒一括採用はあるものの、2009年から施行された年齢差別禁止法によって、新入社員募集時の年齢差別禁止が義務付けられるようになり、就職浪人となっても活動を続けることが比較的要因になったため、結果として活動が長期にわたるケースが少なくない。 このためソウル大学校、四世代学校、高来大学校のトップ校の新卒であっても、大企業には容易に就職できない。2020年の失業率は全体が4%であるが、15歳から29歳は9%と倍以上になっているなど、慢性的な就職難が続いている。韓国では学歴と在学中の成績以外にも、英語能力、 企業へのインターンシップ、留学経験など、スペックと呼ばれる実績を求められることから、スペックを積むため、事実上1年生から就職活動がスタートしている。スペックを積む活動には、時間や費用がかかるため学生の負担となっている。また近年では常時採用の増加や即戦力を求める風潮が強くなっており、将来的には、 さらに難しくなるとの予測もある。特に重視されるインターンシップは、スペック取得競争の激化により陳腐化も進んでおり、インターンシップの倍率が200倍を超える、インターンシップのために休学なども当たり前となっている。進学率は日本以上であるが、大手企業の割合が少ないことや、国際化によって国内での採用数を抑えてたこと。 即戦力を重視したことなどが就職難に拍車をかけている。そのため実際に就職できるのは約11万人程度にとどまる。就職後も40代からは会社からの退職圧力が強いことが若者にも知られているためトップ校の卒業者の中にはプレッシャーが少ない日本企業に就職する者も,もいる。政府でも就職難対策として 海外での就職を支援している。就職の失敗を皮切りに、恋愛、結婚、出産、マイホーム、人間関係、夢の7つを諦める若者は、七っぱなし世代と呼ばれている。社員の人員削減が行われる際には、退職条件に再就職支援が加えられることがある。再就職支援サービスはもともと欧米の企業が、 従業員を解雇する際にカウンセリングサービスを実施したことから発達した制度である。再就職支援サービスは日本でも導入されるようになったが、日本では企業の雇用責任の点でカウンセリングでは足りないとの考えがあり、再就職先の開拓や圧線の外部委託も含むサービスにまで発展した。欧米ではカウンセリングや教育などは行われるものの、 再就職先の開拓や圧旋までは実施されないことが多い。次の表は、高卒者の求人倍率及び、就職率の推移である。詳細は、独立行政法人労働政策研究、研修機構業務統計を活用した、新規指標マイナス2006を参照。出展、新規学卒者の労働市場。ありがとうございます。